なーに、そわそわしてんだよ。代わりにも東の国代表の施設様がよ。いや、だってようやく夜会の日が来たからさ、カタリナにまた会えるかもしれないんだよ。しかも調べたらあの子、クラエス公爵家の令嬢だって言うし、価格を考えれば確実に招待されているはずだから、かなりの確率で彼女も参加すると思うんだ。は？もう調べたのかよ。相変わらずだな、お前は。カタリナ、また会えるかな。うわ！びっくりした。って、ジオルド王子か？それに、アラン様とキース様とニコール様、どうしてここに？カタリナが誘拐されました。え？お二人とも、姉さんがどこへさらわれたか、心当たりはありませんか？心当たりも何も、これはどういう状況なんですか？カタリナが誘拐されたって。知っているんですよ。あなたがカタリナの血を飲み、東の国のお菓子を与えたりしていたことは。今東の国では人間との融和を支持する穏健派とそれに反対する過激派で争って不穏な情勢だと聞いている。ですので、穏健派であるあなたたちを脅すために過激派がカタリナを誘拐したんじゃないんですか？どう責任を取ってくれるんですか？もし姉さんが帰ってこなかったら。そんな、カタリナが、どうしよう、シルバー。はあ、いや、落ち着けって。誘拐ってどういうことだ？そう、誰かが脅迫でもしてきたのか？いや、そういうわけではない。実は今朝、姉さんがいつまで経っても起きてこないので、部屋へ確認しに行ったんです。そうしたら、部屋の窓が開いていて、姉さんの姿が忽然と消えてしまっていたんですよ。キースから連絡を受けて、皆で手分けをして探していたんだが、昼を過ぎても見つからなかった。それに、目撃情報も何も情報が上がってこなかったからな。深夜のうちに何者かに連れ出されたのでは、と推測したんだ。もしカタリナが、あなたの弱みだと判断されてさらわれたのだとしたら、僕はあなたたちを絶対に許しませんから。とにかく、早くカタリナを探さないと。本当にうちの国の過激派がさらったのだとしたら、彼女の身が危ない。この部屋付きのメイドか。今は少し取り込み中なんだ。後にしてくれ。って、カタリナが？施設たちを訪ねてきた。え？別室に通してそこで待ってるって。とにかく全員そっちに移動するぞ。カタリナ！って、本当に、姉さんだ？カタリナ、無事だったのか？なんだ、よかった。お前、みんなで心配していたんだぞ。一体今までどこに行っていたんだ？え、俺とシルバに贈り物？特製トマトジュースって。なんだよそれ。まさか、僕たちがカタリナの作ったトマトジュースが好きだからという理由で、この二人にも用意したんですか？まあ、確かにカタリナの作るトマトジュースは自家栽培だし新鮮でうまいが。そのために一人、湧き水を汲みに山へ行っただなんて、無謀にも程があるよ。せめて僕に言ってくれればよかったのに。いやまあ、確かに反対するよ。夜に山に行くなんて危ないし、母さんにも怒られるだろうしね。でも、だからって一人で抜け出すだなんて。そうだな。夜の山は危ない。特に、カタリナは人間なのだから、嫁も聞かないだろうしな。そうだよ。だから、今度からはちゃんと言ってね。母さんにバレないように、僕も手伝うから。あくまで、常識の範囲内だけで、だよ。勝手に暴走される方が、僕も困るから。それよりこれ飲んでもいいのか？
さっきからやけにうまそうに見えるんだが。ありがとう。じゃあいただきます。なんだこれ、すげえうまいじゃねえか。うん、驚いた。みずみずしくて喉越しがいい。すごい、こんなトマトジュースがあるだなんて。カタリナ、本当にありがとう。嬉しいよ、ごちそうさま。え、僕たちの分もあるの？ありがとう、カタリナ。では遠慮なくもらうとしよう。ああ、これは絶品だしな。はあ、トマトジュースもいいですが、本当はあなたの血が飲みたいのですけどね。でもせっかくのあなたの好意ですし、僕もいただきますよ。それにしても誘拐されたわけじゃなくて本当によかったよ。心配したんだから。ええ、無事でよかったですよ。しかし一つ気にかかるのだが、まさかこれまでもトマトジュースを作るたびに湧き水を汲むために抜け出していたのか。え？そうだったの？お前な、霊場だってのに警戒心なさすぎだろ。変な奴に声でもかけられたらどうすんだよ。え？今日まさに知らない人に話しかけられたの？なっ？どんな人たちだった？コウモリ印の腕章って、そいつら、東の国の反対過激派の奴らじゃねえか。姉さん、そんな人たちに声をかけられてたの？よく無事に帰ってこられたな。どうやって切り抜けたの？は？トマトジュースをあげただけ？トマトジュースって、俺らが飲んだこれか？しかもこれは悪くないなんて言ってそのままどこかへ行ったって。まさかカタリナのトマトジュースのおかげで奴らの考えが変わったのか？そんなことがあるのか。そりゃ確かに姉さんのトマトジュースのおかげで僕とジオルド様の言い合いもいつも沈められているけど、カタリナの作るトマトジュースは驚くほど美味しいからな。もしかしたらカタリナが作るトマトジュースには何か魔法がかかっているのかもしれませんね。魔法か、確かにそうだね。魔法みたいに美味しいな。つうか東の国じゃこんなトマトジュース飲めなくないか。そうだね、こんな甘みのあるトマトうちの国にはないし、一体何の品種のトマトを使っているの？へえ、品種は西の国のトマトで、農耕地の環境は、なるほどなるほど。うーわ、こいつの研究バカが出た。こりゃカタリナも質問攻めに合うぞ。だが、カタリナも語れる相手ができて嬉しいみたいだな。あんなに生き生きとトマトの栽培について話している姿を見るのは初めてだ。僕もいつもきちんとカタリナのトマト語りに耳を傾けていますが。だが専門的な話となると彼の方に分があるようだな。確かに水と肥料の量までは俺らも聞いちゃいないもんな。うん、なるほど、これは驚きだ。トマトがこんなに奥深かっただなんて。まさかトマトジュースにその鍵があったなんて盲点だったな。いやでも君のおかげで東の国でも人間との融和策を推し進めやすくなりそうだよ。ありがとうカタリナ、君はうちの国の恩人だよ。人の婚約者の手を握らないでくれませんか。あ、すみませんって。